できるか。インローボー、低めは外れました。スリーボールツーストライク。変化球空振り、ワンアウトです。打席には1番バッター吉川。先ほどの打席はファールフライに倒れています。ワンアウトランナーありません。これはバットが泳ぎます。ノーボールツーストライク。引っ張った、詰まりながらもレフトへ。ここは打ち上げています。上がりすぎました。レフトが取りました。ツーアウトです。バッターボックスには代打の楊大寛。さあ赤星さん、ベンチはここで代打を選択してきました。まあそうですね、ここは得点のきっかけが欲しい場面ですから、そういう役割を期待しての起用でしょうね。そうですね、この起用に応えたい。これが初球。初球ストライクを取りました。アウトコースへ決めました。あっという間にツーストライクです。インコース、これは外れます。打ちました。飛びついて掴んだ、アウト。スタンドのファンからも歓声が届きます。ご覧いただきましょう、このダイビングキャッチ、ファインプレーに阻まれました。いや難しいと思うんですけど、よく取りましたよね。しかしこの回ジャイアンツ点差を縮めていきます。6回終了7対4、ジャイアンツが追い上げています。これから7回カープの攻撃です。一方ジャイアンツはピッチャーが変わります。背番号20マシソンが2番手としてコールされています。きっちりと抑えていきたい場面での投入です。バッターボックス菊池。いやさっきのツーベースは見事でしたね。はい、ここも狙っていってほしいですね。そうですね。ジャイアンツビハインドで迎える7回です。3球目は何で来るか。インコース、ワンボールツーストライクです。変化球空振り、まず一つアウトを取りました。打席には3番バッター堂林。先ほどの打席はショートライナーに倒れています。前の打席はいい当たりでしたから、タイミングは合ってると思いますね。ここは慎重に行った方がいいですね。そうですか。ワンアウトランナーありません。アウト、ツーアウト。バッターボックスは4番松山。先ほどの打席はセンターフライに倒れています。前の打席大きい当たりでしたよね。ちょっとヒヤッとしましたよね。ここは長打を警戒しておいた方がいいでしょうね。はい、そうですね。ツーアウトランナーありません。綺麗に落としてきました。打ちました。坂本が抑えて3アウトチェンジです。この回カープ三者凡退です。7対4、カープがリードしています。さあそしてここからはラッキーセブン、ジャイアンツの攻撃に入ります。赤星さん、残りの回を考えるとこの辺りで点を取っておきたいところですよね。そうですね、もう終盤ですからこのままではダメだと思いますし、この辺りで打線の奮起に期待したいです。打ちました。セカンドが取る。アウト、ワンアウト。打順は2番坂本。今日はまだ当たりがありません。ジョンソン、まずは先頭バッターを打ち取っています。さあ2球目は何か。よく見ましたね。いいところに決まってますよね。アウトローの変化球、キレがあります。ワンボールツーストライクです。菊池アウト。ここは送球が間に合っています。バッターボックスには3番丸。今日は盗塁を決めています。ツーアウトランナー、打ちました。これはショートの左、抜けました。一塁蹴って二塁に向かう。バッターランナーは二塁まで進みました。ランナー出ました、ジャイアンツです。ツーアウトランナー二塁。さあ初球は何か。まずはストライク。外のボール打った。さあ面白い当たりになっている。掴んでスリーアウト。反撃は許しませんでした。先ほどのシーンリプレイでご覧いただいております。ランナー出ましたがジャイアンツ得点はありませんでした。
7回終わって7対4カープがリードしています。8回の表カープの攻撃、バッターボックス西川。まあ先ほどのヒットはいい当たりでしたね。はい、今日は打ちました。セカンド取る、アウト、ワンアウトです。バッターは6番長野。今日はまだ当たりがありません。前の打席はいい当たりだったんですけど運がなかったですね。まあタイミングは合ってると思うので期待したいですね。そうですね。まずはワンアウトを取っています。バッターボックスには7番メヒア。いや先ほどは見事なツーベースでしたね。ここも思い切っていってほしいですね。期待しましょう。ツーアウトになっています。これが3球目。引っ張った、サード取った、一塁アウト、スリーアウトです。この回カープ3人で攻撃を終えています。7対4カープがリードしています。8回の裏に入りました。追いかけるジャイアンツの攻撃、バッターは5番ゲレーロ。先ほどの初球打ち、ここはフライになっています。菊池抑えてワンアウト。今日はバッティング絶好調。この打席でスリーベースヒットが出ればサイクル安打達成となります。やっぱりスリーベースが一番難しいですよね。打力だけでなく足も必要になってきますからね。そうですか。さあこの場面でサイクルヒット達成なるんでしょうか。変化球空振り、ツーアウトになっています。7番バッター大城、先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。前の打席はタイミングが取れてない感じでしたよね。ここは狙い球を絞っていった方がいいかもしれませんね。そうですね。ツーアウトランナーありません。改めてお聞きします、この大城どういったタイプのバッターでしょうか。まあ普段はシングルヒットが多いんですが、チャンスに限ってツーベースを打ってしまうような打ちました。センターへ打球伸びる、この打球はフライになっています。西川が掴んでスリーアウトです。反撃したいジャイアンツでしたが、ここは三者凡退に終わっています。8回終わって7対4カープがリードしています。これから9回カープの攻撃です。そしてジャイアンツはピッチャーが変わります。背番号23野上がマウンド上に上がっています。きっちりと抑えていきたい場面での投入です。打順は8番石原、先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。いや勝負強かったですよね。はい、ここは気持ちも乗ってると思いますね。そうですね。ジャイアンツビハインドで迎える最終回です。低めの球、さあ3球目は何か。低め打った、ショートの右掴んだ、一塁へ、一塁アウト。ピッチャーに打順が回って先発のジョンソンがバッターボックスです。まあここまで来たら完投でしょうね。そうですね。バッターボックスには代打の坂倉。ワンアウトランナーありません。バッターは坂倉、背番号61。インサイド見送っています。低め見送っています。ボール先行です。変化球打っていった、落ちた、ヒットになる。バッターランナー一塁を回った、バッターランナーは二塁到達、ワンアウトランナー二塁です。さあジャイアンツ得点圏にランナーを背負った場面です。逆転を狙うためにここでの追加点は絶対許してはいけませんね。なるほど、そうですね。さあそのマウンド上の野上、どういったピッチングを見せるのか。さあここでカープダイソーを送ります。野間がセカンドランナーに入ります。セカンドランナーは野間、背番号37。変化球打った、ボテボテの当たり、セカンド取った、一塁送球、一塁アウト、ツーアウトランナー三塁とかあります。バッテリーとしてはここの攻め方は特に大事になってきますよね。ストレート打っていった、ワンバウンドヒットになりました。
サードランナーホームイン、ボールは中継、バッターランナーは二塁到達、カープ追加点、8対4、ジャイアンツさらにピンチが続きます。抑えたかったんですが、ここでタイムリーを打たれてしまいました。点差が広がります。最終回非常に苦しい展開となってしまいました。さあ、そして打席には堂林が入ります。さあ、なおもピンチが続きます。まず際どいコースをついてきました。思わずバットが出たような形です。ここはあっという間に追い込んでいます。変化球打った、抜けた、セカンドランナー帰れば追加点、二塁ランナー三塁も回った、セカンドランナーホームイン、カープ追加点を挙げました。9対4、ジャイアンツもうこれ以上点はやれません。バッターボックスには4番松山。初球は何で来るか。初球ボール。低めの球ストライク。まあ、ここはストライクゾーンのボールを積極的に打っていくカウントですね。なるほど、そうですか。空振り。ツーボールツーストライクと追い込んでいます。変化球で空振りを取ります。スリーアウトチェンジ。しかしこの回カープ2点を追加しています。9対4、カープのリード広がっています。はい、最終回ジャイアンツの攻撃、そしてカープがマウンドに送るのはもちろんこの人です。点差が開いていますが、なんとか一矢報いたいところ。9回の裏、ジャイアンツは代打を送ります。バッターボックスには代打の石川。さあ西さん、なんとかここは意地を見せたいですね。当然ベンチもそれを期待してるでしょうからね。そうですね、この起用に応えたい。アウトコース、空振りです。156キロがいきなり出ました。センターへ。このフライはどうだ、落ちるか、抑えてワンアウト。バッターボックスには代打の住谷。さあ赤星さん、ここで代打を起用してきました。そうですね、まあ1点でも多く返しておきたい場面ですから、しっかり得点につなげる仕事をしてほしいですよね。なるほど、そうですね。さあこの起用に応えたいところ。まず何を投げてくるか。アウトコース決まってストライク。スピードボールを持っています。空振りになります。ノーボールツーストライクです。レフトに持っていった、ワンバウンドヒットになった、レフト前ヒット、見事起用に応えました。打順は1番に帰ります。バッター亀井、先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。ヒットでランナーを一塁に置いています。初球大きく外れています。インコースへ大きく外れます。ボール先行です。ストレートもフォアボール、ストライクが入りません。得点圏にランナーを進めています。点差があるんで、フォアボールでランナーを貯めていくのもいいですよね。はい、どんどん繋いでいきたいところ。抜けた、セカンドランナー帰れるか、三塁送球はどうか、レフト前ヒット。さあチャンスを広げていきます。しっかりつなげてきましたね。さあこのチャンスでバッターボックスには3番の丸が入っと見極めました。外角低めのストライク、ワンボールツーストライクです。ここはランナー返せません。アウトコースへ丁寧なピッチングで三振です。満塁は変わりません。ふわふわっと上がった、最後はファールフライ、掴んでアウト。これで3アウト、試合終了です。
残念ながらジャイアンツ敗れてしまいました。赤星さん、短期決戦での勝利がいかに難しいのかというのが改めて分かるようなゲームになりました。いかがでしょう。そうですね、緊張感もあったかとは思うんですけど、まあ気持ちを切り替えてここからですよね。そうですね、気持ちを切り替えて次に臨んでほしいところです。勝ったカープ、大きな今日は勝利になりました。一方のジャイアンツですが、痛い敗戦となってしまいました。ご覧のようにクライマックスシリーズファイナルステージ第4戦はジャイアンツ敗れてしまいました。今日の解説は西俊久さん、赤星憲広さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。このあたりで東京ドームから失礼いたします。